今日はねちょっとゆっくりやろうかなって思ってますね。まだ見てないところとか見ていきたいなって思ってます。まあ早速稽古指示。師匠、稽古を指示するもしくは状態を見たい弟子を選んでください。なんだっけ、なんか、あ、そうそう、こういうのがね出てくるらしいんですよね。付け人か、付け人も付けられるし、しこ名変更、あー、しこ名の変更はねしていきたいだと思うんですよね。おかみさんに健康精神面での様子を聞きますと。調子や疲労と怪我の状態を確認できる。マネージャーがこの歴史の現在の能力を分析評価します。あ、なるほどっすね。このマネージャーとおかみさんは見ていかないとダメだね。主に能力値の上昇具合が確認できます。ちょっとマネージャーと、ブライオは突きで攻められると弱いところを見せますね。なるほどね。ブライオの出足の潜在的な力は力士として標準。うん。褒められると頑張る。なるほど。あ、ちょっと待って。いろいろ聞きたいね。おかみさん、元気いっぱいね。今ならきつい稽古でも平気だわ。あー、鉄心山と仲悪いのか。鉄心山は四つで攻められると弱いところを見せますね。よりの潜在的な力は力士としては標準。優しいんだ、勝負に非常になりきれない。元気いっぱい。紫電丸のことを信頼している。みんなまだ若いもんな。紫電丸は四つで攻められると弱い。よりの潜在的な力は大きく成長しそう。放っておく方がいいようです。紫電丸は放っておく方がいいようです。じゃあ紫電丸は全部お任せだな。おかみさん、元気いっぱいね。紫電丸はブライオのことを本当の兄弟のように思っているようね。相性はあれか、付け人の時とかに関係してくるのかな。勝ちきれないね。ブライオはね、今回すごい伸びたから7勝しましたからね。鉄心山もちょっとね伸び悩みですけど、紫電丸に関してはじゃあ全部お任せにします。放っておく方がいいとは言ってたんでね。あとはスカウトか、入門者はいないようです。あと2、3人増やしてもいいかもね。じゃあ稽古開始。今日は千秋楽か。まだまだ先は長いわね。おかみさん、千秋楽というのは最後の日のことですよ。優勝が決まる大事な日なんです。はいはい、どうせ私は未熟者ですようだ。ふん。仲悪いな、マネージャーと。師匠に言いつけるつもりでしょ。言っときますけど、怒られるのはおかみさんだと思いますよ。ふっ、甘いわね。あの人のことは私が一番よーく知ってるのよ。聞く小芝居。仲いいのかもしれない。さあ、千秋楽だ。まあ、でも、紫電丸の取り組みは別に見なくてもいいかな。しこ名変えよっかな、三人の。あんまりというか、そんなピンときてないからね。あ、各段の優勝結果見えんのかな。序の口優勝、師匠各段の優勝です。あ、三段目、あ、決定戦なんだ、やっぱり。そっか、3人のね。じゃあ今日は決定戦だ。3人の決定戦ってことは何なんだろう。はい。
本日の幕内優勝までね、飛ばしますよ。おお、武蔵丸が勝ちましたね。3勝。本日の結果、もう完成しないっすね。あれは決定戦はするの？しないの？なかったかな？あ、ないか。部屋の打ち上げパーティーも終わり、今日から1週間は稽古もお休みですね。パーティー費10万円。今日は番付編成会議の日ですね。日曜日になりました。まあ稽古指示か。まあブライオもお任せでいいと思うんだよな。あまり良い稽古にならなかったか。四つで攻められると弱い。怒ると力を発揮することがあるよ。どうしよっかな。鉄心山も稽古ね。やっぱ四股だな。しばらくはで、スカウトは、あ、入門者がいる。沖縄県出身の18歳か。実績特になし。実績ない人はちょっとね、即戦力が欲しいので、少しでも実績ある人をねスカウトしましょう。今日は相撲教習所の入所式と卒業式ですね。中止を、まあちょっとマイナスですが、まあ大丈夫でしょう。あ、講演会の人がね、4人増えましたね。うん、いいことだ。あなた？え、どうしたの？色が変わってるけど。鉄心山は講演会の方々に連れられてごちそうをたくさん食べさせていただいたようね。おー、よかった。あれ、なんか色が変わってるけど。唐突に。伸びてるね。ブライオ、じゃあスカウトね。入門者いる。山形県出身、実績は特にないようですけど、まあ山形出身だから見に行こう。ああ、普通の人ですね。入門の意思はあります。どう接しましょうか。話を聞く程度。ちょっともてなす。普通にもてなす。すごくもてなす。普通の人か。まあちょっとぐらいもてなすか。ああ、なるほど、こういう方ですね。これは親孝行なことだぞ。効果がないようだわ。横綱間違いなしではないよね。効果ない。根性がないやつはダメだよ。効果ない。褒めた方がいいのかな。まずは俺を信じろ。効果ない。もう、もうすーってこいさーだよ。日本各地、君が入門してくれれば助かる。効果ない。相撲は日本の心だ。あ、それは聞いてるんだ。力士は女の子にモテるぞ。ああ、なるほどね。故郷に錦が飾れるぞ。ああ、ダメだった。なるほど、これがね、上に行かないとダメなんだ。うわ、お金損したな。よし、稽古開始。お、紫電丸が立ち合い変化の技を習得しました。いいね。
曜日になりました。稽古指示。ブライオー伸びてるね。紫電、ごめん、鉄心山も伸びてるね。大丈夫かな。案外やることないな。自分の形を持っていないですね。得意技ね。稽古が好きで仕方がないようです。みんな自分の型がないか。あー、でも稽古はみんな好きなんだ。の入門者21歳か、ちょっと年がね、これはダメですね。スカウトいる。実績のある人って来ないんだね、なかなか。師匠、次の場所に向けて現地入りしますね。部屋ごとの大引っ越しです。お、番付ブライオー勝ったからな。お、42枚上げて西の 幕下48枚目。鉄心山と紫電丸はね、ちょっと頑張ってほしいところだけど、ブライオーはもう体も大きくなってね、いいですよね。重量の番付、幕内の番付、これ番付って動くのかな。あ、動いてるわ。番付動くんだ、ちゃんと。部屋番付、あ、部屋番付はこの自分の部屋のね。なるほど。今場所はブライオーが幕下48枚目に昇進。以上ですね。来場所も頑張ってくださいね。あなたがテレビで鉄心山が勝ち越しになるよだなんて言ったから、新規公演会員数があれ、あまり変わってないみたい。そっか、あれも大事なんだ。大丈夫大丈夫。公演会2人減ったけどね。大丈夫です、大丈夫です。新弟子検査ね。新弟子検査は2ヶ月に1回あるのかな。これ今回このままで行ってみようかな。鉄心ブライオ、鉄心山ちょっとしこ名変えよっかな。しこ名変更、ちょっと読みづらいんで。お、本人に新しいしこ名を決めさせるわ。いや、いいえ、私が決めます。とか、お任せもあんのか。お任せあんのいいね。はい、鉄心山しこ名田中になりました。田中がいた。そっか、田中がいるか。いや、もう一回考えよう。ピヌ田中でいいわ。あー、いいね、田中。紫電丸もね、名前変えたいっすね。愛知県の鈴木さんね。紫電丸のしこ名はね、愛知にかけて小牧にします。まあ、今後しこ名は考えるときは出身地の駅名とか地名にしようかなって思ってます。覚えやすいんで。まあ、田中は田中なんだけど、ブライオーも名前変えようかな。
ブライオ栃木県出身か。野口。はい、ブライオのしこ名は野木です。野木駅があったのと野口だったんで野木です。よし、これでいいや。スタミナなくなってたな、でもみんな。あ、親方、次の場所に向けての抱負を聞かせてください。これは、乃木が勝ち越しになるよ。これでよろしいですか。はい、日曜日になりました。あー、今週から名古屋場所が始まります。ちょっとスタミナがないんだけど。あ、そっか、自分でやってるから。そうだよね、自分でやってるから。なんだ、やばい、田中が怪我する可能性があるな。田中にも任せよう。こうやって自分で任せてると、スタミナ回復も自分でやってくれるわけだね。これお任せでいいんじゃないかな。稽古はさ、今後。いやー、田中が心配だわ。スカウトいない。じゃあ行きましょう。愛知県体育館に行きましょう。よし、1戦目の取り組みぐらいはみんな見て、あとは1回中日まで飛ばしてみたいな感じで見ていこうかな。いやー、心配だな田中。田中はね、ちょっと怪我が心配なんで、変化させます。負担が少ないでしょ。吉田さん、熊本県出身。時間になりました。よし、変化しろ。よーし、叩いた。変化強いな。あんまやりすぎるとね、ブーイングになっちゃうからね。何もできませんでした。よし、オッケー。じゃあもう幕下入りした乃木ね。乃木は基本的に全て任せてるんで、任せます。東方、栃木、制限時間いっぱいです。いい形になりました。左上手を取りました。脇が甘い。あー、珍しい決まり手。一本背負い、そうだね。豪快に決めました。初日で土がついてしまいました。いやー、連勝記録ストップ。うん、次の日小牧の試合見てから週末まで飛ばす使います。よし、小牧行こうぜ。小牧あれじゃん、地元開催じゃん。これ頑張んないと。やっぱりしこ名変えた方が喋りやすくていいや。小牧、任せよ。まだね、何をさせるとかって指示出してもできるほど技術がないからね。変化させることぐらいしかね。いい形になりました。このままよし、いいよ、そうだね。苦しい体勢どうしのか。よし、いけ。よし、ナイスナイス小牧。うん、まあ地元開催だからね。よし、オッケー。で、ちょっとね、週末まで送りますよ。さあ、3日目は、お、
田中が勝った。乃木がね、調子悪いな。5日目。お、田中の調子がいい。田中調子がいいけどな、怪我しそう。あー、怪我した。やっぱりピヌ田中の怪我は左足首の腱の断裂。うわー、これは半年ぐらい療養ですね。手術して6週間。意外と軽症だったな、思ったより。残念ながらそうだね、入院ですね。そっか、もう乃木がもう全然ダメだな。詳細データ、ああ出るんだ。突き出し、突き出し、突き出しで負けてるな。叩き込み、寄り切り、寄り切り。これはもう次もあれですね、週末まで送りましょう。田中の腱の故障のため入院中ね。まあしょうがないな、これはしょうがなかったよ。しょうがなかった。まあよく知らなかったからね。入門者いないか。うん、ああ、これやっぱり不戦勝に、あ、やっぱなってんだ。見れないんだよね、不戦勝の時はね、見れないね。乃木に勝たせてやりたいな、一生でも。乃木に教えよっかな、大体勝てる技、変化を。変化を指示してやるわ、やつには。よし、変化しろ。まあ、一勝ぐらいはしようぜ。西方、時間になりました。よーし。よーし。大体変化すると勝つよ。まあしょうがないもん、これは。何もできませんでした。これはしょうがない。週末まで送ろう。さあ9日目。お、小牧勝ったね。お、また勝った。あ、これ最大20人まで部屋に入れるところだな。あ、小牧すごい強いぞ。乃木はダメだったな今回。5勝1敗。これもしかしたら優勝決定戦までいける可能性ちょっと残したね。部屋へ戻ろう。千秋楽。うん、やっぱり小牧はお任せで全然問題ないんだな。彼だな、乃木をどう立て直すかだな。気力はまだあるからね、若いしね。入門者いないか。よし、小牧。まあ、序の口か。まあまあまあ、見ようぜ。あ、5勝1敗同士ね。変化させたいんだけど、それじゃちょっと成長してないから、ここはもうガツンとぶつかってほしいね。任せる。制限時間いっぱいです。任せっぱなし。いい形になりました。よしよし、おお。腰が浮いた。寄り切った。おお。強いな小牧。
万全の体勢で寄り切りました。よし、いいね。ナイスナイス。あと各段の優勝を見て、序の口の優勝決定戦が、1,2,3,4,5,6 人。これって見れないですか？あ、決定戦を観戦するってここでやるのか。あー、じゃあ乃木の決定戦見てやればよかったな。これ序の口決定戦見ましょうよ。師匠序の口で小牧と、特海山かったかな。あと渡辺山と高木村と、安五の国と斎藤が6勝で並び。すげえんだ。そんなことあるんだ。優勝決定戦見よう。あ、他の人は見ませんね。あ、なんかトーナメント方式なのか。一回負けたら終わりなんだ。じゃあ、僕ら安五の国と戦うの？ああ、小牧。あ、指示できないんだ。指示できないのか。運だね、じゃあ。時間になりました。小牧行こうよ。手をついて胸を合わせる。右上手を取りました、うん、左四つ右上手、いい形になりました。このまま攻め切りたい。攻勢です。前に。よし、いいよ、いいよ、行け。激しい動きです。よし、寄る、寄り切り。よし、寄り切り。気力十分だね、小牧はね。これで3人になったからさ、3人になったらどうなんだろう。小牧が勝ちましたね。あー、総当たりになるのかな、こっからは。これで小牧と特海山が戦って、特海山が消えて、次小牧と斎藤が戦ったら斎藤が有利よね。まあでも小牧ならやってくれるよ。時間です。時間になりました。相手の方が大きいな。胸を合わせる。よし、腰が浮いた。行け、前に出る。寄った。よし、激しい動き。よし、寄り切り。もう寄り切りの鬼とかしたな。やったぞ。あと斎藤、斎藤を倒せば。あ、3人の時は多分総当たりかな。ここで斎藤を倒せば、もう勝ちが決まるね。斎藤に負けると1勝1敗で全員が並ぶ可能性が出てくるんだ。制限時間いっぱいです。行こう。投入して、もざし。よし。胸を合わせる。よった。どうかな。ちょっとちょっと難しいか。胸を合わせる。腰を入れる。ガブリより寄る。胸を合わせる。寄った。腰を入れる。いやー、ちょっとずつ攻めてるけど。おお。寄り切りの鬼だね。これで優勝だ。序の口優勝です。やったー。いいね。優勝したってことはいいことだ。小牧が寄り切りで勝ちました。やったー。よしよしよし。小牧が序の口優勝。師匠、優勝することができました。これからも頑張ります。頑張ってくれ。よし、あとはね、幕内の優勝が誰かなっていうのを見てね。ああ、貴乃花さんね。3勝。はい、打ち上げパーティーも終わりました。はい、ということで、今回なんと小牧が優勝しまして、やったなっていうのと、ちょっとずつね、いろんな稽古指示とかスカウトとか覚えてきたんで、これからやっていけるぞと思ってます。よし、頑張ってやっていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよならー。